はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、ちょっといつもと違うアングルでお送りしているんですけれども、こちら僕のキッチンでございます。今日はですね、僕が普段飲んでいる、紅茶をご紹介したいなと思います。僕コーヒーももちろん大好きなんですけれども、紅茶もね、かなり好きなんですよ。ここ最近特によく飲んでる紅茶でいうとこれですね、マリアージュフレールっていうところの、まあ、正確にはフレーバードティーなんですけれども、これが最近お気に入りでよく毎朝くらい飲んでおります。まあ、マリアージュフレールって言ったらね、かなり有名店、老舗なんで、この缶とかよく見たことある方いらっしゃると思うんですけれども、確かに、ね、カズマックスブレンド出してもらってるアバウトハウスコーヒーさんでもこのマリアージュフレールのマルコポーロだったかながあった気がします。僕もこのね、マルコポーロはお気に入りで、もう一つボレロってやつも好きで、これ交互によく飲んでるんですけど、両方とも結構華やかな感じでね、特にマルコポーロはフルーティーですごくね、柔らかくて美味しいんですよ。で、まあこれフレーバードティーなんですけれども、僕もちろんそれ以外にもアッサムとか、まあ、キームとかダジリンとかいろいろ、まあ、王道のねブラックティー、好きなんですけど、最近は本当にこれにハマってまして、前にね紹介した、紅茶の一番簡単な入れ方っていう動画こちらあるんですけれども、この入れ方をして、毎朝入れております。まあ、このやり方ね、もう一回やりましたし、せっかく今回はね、この僕の最近飲んでる好きな紅茶を、まあ、クローズアップして、いこうと思っているところなんで、まあ、ちょっとおしゃれに、こんなやつを使ってですね、入れていこうと思っております。こちら、最近僕が紹介したばかりのハリオの紳士式コーヒードリッパー、スイッチと同じ仕組みで作られたハリオ製のティードリッパー、ラルゴと言います。ただ一つだけ違う点が、ここが金属フィルターになってるってところですね。まあ、ペーパーの方が後処理が簡単なんで、利便性としてはスイッチの方がいいと思うんですけど、まあ、今回紅茶なんでね、とりあえずこれでやりたいと思います。で、これはね、見てわかる通り、あのスイッチと違ってガラスがすごい綺麗にクリアに透けてるから、そういう抽出されている紅茶がね、すごい綺麗に見えるんですよ。これね、めっちゃ綺麗なのよ。でもね、あの処理が大変なのよだからなかなかやらないんだけど、まあ、たまにはね、こうやってちょっとカッコつけてやりたいなと思って出してきました。はい、それでは早速やっていきましょう。まずは水を測ります。600ml ですね。まあ、これは好みにもよると思うんですけど、基本僕は茶葉 2g に対して水150でやってます。これを火にかけて、よし。で、次にこの茶葉をね、測っていきます。どっちにしましょうか、今日は。まあ、どっちかっていうとね、まあ、王道のマルコポーロは好きなんだよね。このマリアージュフレールを代表する顔とも言うべきブレンドティーです。もちろんブレンド以外にもね、普通にあの紅茶も売ってますよ。6g だっけ。まあ、ティースコップで、ね、測ってもいいんですけどね、一番はやっぱりこの赤いや、せっかくあるんでね、使います。ん、あ、ごめん、嘘ついたわ。2g で150だから、800じゃなくて600だから 8g だ算数できなくなってるよ。っていうか、いつも入れてるのに何してんの1杯 150ml で 2g なんで、6g、いや 8g 使って 600ml です。はい、で、ちょうどお湯が沸きましたんで、はい、これを注いでいきましょう。いきます。よ、まあ、高めの位置からね、あまり高すぎないようにバシャバシャならないように、いい感じにお湯が入っていく高さで真ん中にドーッといきます。こうすることによって、まあ、流れができるんでね、いい感じの対流を生みます。少なくなってきたらちょっと近づけてもいいですね。で、一気に注いでしまいます。よし、で、蓋をすると。で、だいたい今僕2分ですね。もちろん茶葉によってはね、例えばダージリンのファーストフラッシュとか、まあ、かなり繊細なやつとかは、100度じゃなくて85度とか、まあ、90度とか低めの温度で入れることもあるんですけど、これまあ緑茶と同じですね。だけどこのフレーバードティーの場合は僕はこうやってやってますね。はい、いい感じで茶葉が浮いたり沈んだりしております。これがよく言うジャンピングってやつですね。これを引き起こしやすくする、まあ、要素としては、ペットボトルをシャカシャカ振ってから注いだり、あんまりこう沸騰させすぎないようにも、沸いたらすぐというか沸騰直前で出したりとか、他にもまあいくつかプロはやりようがあるそうですけれども、まあ、こうやって動きが、ね、あることによって、あんまりこうガシャガシャやらずに自然な動きで、茶葉から成分が出てくると。よし、 OK。 まあ、ほんと紅茶って、ね、入れるのは簡単なんですよね。茶葉入れてお湯で終わりだから、コーヒーと違ってドリップする必要もないしね。よし、じゃあ押します。落としますよ。よっこれはあのドリッパーのスイッチと同じですね。
あーいい香り。今回ね、これ蓋してあったから。あー、いいねいいね。あ、たまらんね。まあ、この器具使ってるとよくわかんないけど、下から出てくる最後の一滴、ゴールデンドロップってやつが、まあ、紅茶でよく言う大事なやつですね。しっかり最後まで落としてあげます。よし、いいかな。はい、というわけで、出来上がりました。こちら、マリアージュフレールのマルコポーロでございます。はい、というわけで、完成でございます。どう？うまそうじゃないですか。うまいよ。いただきます。優しい。そしてね、このフレーバードティーだからね、特に香りがすごいから、このフレーバーグラスがめっちゃ合うわ。うん、美味しい。ほんとこれが好きでね、まだ予備があるんですよ。京都でね、いっぱい買ってきたんで。だけどこの後はまあ通販とか使わなきゃいけないな。通販があんまりなくてね、Amazon とか楽天探せばちらほらはあるんだけど、公式のオンラインショップっていうのはなくて、電話びっくりしちゃった。山梨帰ってきてからどうやって買おうかなと思って、とりあえず公式のあのショップ調べたら電話番号書いてあって、あれストアみたいな。マジかって感じだったんだけど、一応楽天とかアマゾンでもまあ買えないことはないと思うんで、一応調べてリンク貼ってはおきます。まあ、そこそこね値は張るんですけれども、で最初はちょっと敬遠してたんですけど、実際行ってみたら、あ、ブレンドティーも普通の紅茶もやっぱうまいなって思って。そこからね、かなり飲んでますね。でもね、冷静になってよく考えてみたら、コーヒーの方が高かったのよ。普段飲んでるね、スペシャルティーグレードぐらいのあのコーヒーの方が一杯あたりで計算すると高かったんよ。紅茶って茶葉で買うってなると、例えば 50g とかで数千円とかになるから、ってなるけど、使うグラム数考えると本当 2g で一杯できちゃうから、まあ毎朝毎晩いいコーヒー飲むよりもと思えば、例えば朝紅茶飲んで夜コーヒー飲んでってすれば、ちょっとむしろ節約になるぐらいのあれなんで。なんか、まあ、コーヒー紅茶ジャンキーがさ言ってもなんかあれだけど、説得力ねえけど、まあそんな感じに思ってます。今回はね、まあ、これでやりましたけれども、以前紹介した動画で本当に簡単な紅茶のやり方やってますし、いつもそれで入れてますしね。紅茶もいいもんですよ。で、まあ、しばらくこれ飲み続けてるんでね、今度はまたブラックティー普通のスタンダードな方に行くこともあるかもしれないし、あと去年の夏とかはね、結構あのマキネッタ使ってアイス系のドリンクとかも作ってたし、美味しい。まあ、飽きの来ない味とはいえね、あの飽き来ないように、まあ、ずっと楽しみ続けられるように変化つけて、いろいろ選択肢持っておくっていうのは本当いいと思うんで、まだマルコポーロとか紅茶とかもう飲んだことないよって方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ試してみてください。まあ、コーヒーよりも本当手軽ですから。はい、というわけで今日のカズマックスの、コーヒーワールド、たまには紅茶の紹介でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。